暑い。大丈夫かな。やりにくい。くそー、なかったかなこれ。使えない仮払い機があるので、これ合うかな。丸山だから、使えそうじゃん。何してるんですか。何してるんですか。見て分かるとか。分からん。これが俺だったか。これが。ああ。これが。はいはいはい。分かる？さっき草刈りしよってこれ引っ張ったままこう押しよったけど。ラジガー関係ね。あ、なるほど。うん。通ったよ。なんすかね。これはアクセルだ。アクセルの取っ手のとこが折れちゃった。折れて。で、これもう使えんやつが使えんってこと。多分キャブバー掃除すれば使えるんだけど。キャブ清掃すれば。うんうん。ちょうど丸山と丸山だけ。ああははは。同じやつだけね。あ、使える。使えそうよ。通ったよ。なんか。プラスチックだけ、うん、古くなったらこんなとこでも普通折れんけどね。力が強いでしょ。いや、運んでもさ、草刈ろうと思ったらね、折れとった。あ、どっか当たった。多分なんか当たったっちゃうね。そこが、取っ手が、うん、ここがないでしょ。そう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 。そこ折れたらもうどうしようもない。どうしようもない。ワイヤーがここの間に穴があるぞ。入れた。はい。しまった。しまった。これつける前にせなかった。あ、ワイヤーの部分はめて。違って。こっちもはめたきかんて。こっちからはめなんてね。うん。伸ばして入れると、うん、こんな感じで。ああ、いいんじゃない？ゆうくん、うんうん、いいんじゃないの？丸山だけ、うん、あ、ぴったり合うですね、うん、いい感じじゃない？よし、おお、うん、うん、いいんじゃない？
エクソエクソエクソやるか、エクソおエクソエクソと入っとるよね。いくぞ。なんで？なんで？いくぞ。キルスイッチ？キルスイッチだろ。キルスイッチ。アクセルか。次行ってきます。いってらっしゃい。終わったよ、し終わり、トラブルがありましたけども、終わりました。梅雨の間のですね、ハエを利用して、草を刈っとくと、梅雨明けの草刈りが楽なので、草を買いました。ああ終わった。よし、帰ってハウスに戻って、作業しようかな。それではただ草を刈る動画、ただ草を刈るだけの動画を撮ろうとしましたが、ちょっとアクシデントが、ありましたけども、無事に草を刈ることができました。はい。
それではご視聴ありがとうございました。いつもコメントくださる方ありがとうございます。ありがたく読ませていただいております。ちょっと忙しくて、返信が、できていませんが、ちゃんとですね読ませていただいております。励みになっております。それではチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは